はい、りょうくんおいで。りょうくんお着替え中です。そして、よいしょ、今日からここの部屋にですね、シロちゃん、クロちゃんも一緒に生活をするんですが、もちろん、まあ、同じ空間にいるというだけでね、よいしょ、はい、りょうくんは情熱の赤いボーダーラインです。甘えん坊ちゃん、あなたはね、甘えん坊ちゃんだから。で、今ですね、ここからクロちゃんとシロちゃんはリョウくんがこうやって動き回ってるのを上からね、観察できるっていう。よし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 、にゃん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 。で、特に、はい、シロちゃん、シロちゃん、クロちゃんもね、結構落ち着いてますね。やっぱりこう、まあ、人間じゃなくてもこう他のね、まあ、リョウくんとかもいるこの空間がですね、ちょっと落ち着くのかなってちょっと思いますね。で、リョウくんはあとここには、ああまたあと2日ほどでしょうか、ここで暮らしてからあっちにお引越しという流れです。で、ここにはもうシロちゃんとクロちゃんだけ、あと僕は日中仕事してるので、もうすぐ僕のデスクの横にね、ケージを置いたので、ね、それで仲良くなると思います。ですね、外の景色もだいぶ大パノラマでこうやってね、シロちゃんは今ここに乗ってますね、見れますし、中では動き回るレオくんを見れるっていうね、もう全然これで暇はなくなったんじゃ、暇はなくなったっていうか、いい環境になったかなとは思いますね。クロちゃん、シロちゃん、シロちゃんとクロちゃんがいるこのケージの隣に僕はもうデスクがあるので、あらちょっとりょうくんが物を落とした。もうりょうくんとの生活はあと2日ほどしかないんですけどね、2日3日かな、はい。今からこのトロリッチ子猫用をおやつでねあげたいと思います。あ、ペロペロしてる。クロちゃん分かってますね、さすが。はい、準備できました。どっかの場所が変わって食べてくれるかわかんないですけどね。あー、しゃあ言うの、しゃあ言うけど、しゃあ言うけど、
スがやってくれました。こっち、ちょっとね、場所が変わったので、ダメか、ちょっとは食べてくれましたね。じゃあ次、シロちゃん行きましょう。シロちゃん、あ、寝てる、寝ています。コロちゃん、クルちゃん美味しかった。もうちょっと行ってみる、ね、はい、もうちょっと行ってみましょう。はい、クルちゃんどうぞ。あー美味しいね、ふにゃふにゃ言ってんの。あ、上手ですね。お引っ越し祝いです。どう言うてんの、どう言うてんの、しぶちゃん、しぶちゃんにもあげるからね、ちょっと待っててくれるね。しぶちゃん、ちゃんはどうかな、ちょっと眠そうだけど、食べてくれたらくれたで OK かなと思います。ダメか、ちょっと舐めてくれた、美味しいね。はい、美味しい。おお、上手に食べれました。それを喉に込むクロちゃん。うん、もうちょっと食べる？よし、もうちょっとあげよう。ね、もうちょっと。はい、しろちゃんお待たせ。はい。はい、どうぞ。美味しいね。美味しかった。よし、じゃあ次はクロちゃんです。交互にあげましょう、ね、交互に食べようね。はい、クロちゃん出てきました。よいしょ、はい、どうぞ。はい、おー言うてんの、クロちゃん疲れるよ、おー言うたらね。よし、シロちゃん、シロちゃん、ごめんごめん、シロちゃんはだいぶ、あー上手、上手に食べれるんですね。はい、上手でした。よかったね。はい。そして、りょうくんが新しいおもちゃ、新しいおもちゃを引っ張り出してきて。まだ出して、紐から紐っていうか外してないんだけど、ルー君が取ってきた、うん、これはまた後だよ。よしよしよしね、はい、ラストチュールです。あ、トロリッチです。じゃあ片方ずつね。
ちゃんこっちだけね、シロちゃんに負けないといけないから。美味しいね。はい、こっちはダメ。こっちはシロちゃんよ。シロちゃん。はい。絞り出したトロリッチです。あ、美味しい。ね、早く慣れたらね、お風呂にね、入ろうね。二人ともお風呂に僕は入れます。やっぱりね、こうやって毎日ちょっとずつトロリッチで、チュールとかトロリッチでね、二人との距離を縮めていってるここ最近です。ねえ、よかったね。はーいって。よし、今日からここでね、暮らしていきましょうという感じです。ひろちゃん、外見てますね。窓もね、外がね、広く見えるからいいよね。触れた